い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで街に着いたよ、着いたよ。さあ、お話を聞いていきますか。修行するのはポケモンで、わしは格好だけなんだかな。まあ、確かにね。確かに人間が戦うわけじゃないけんね。山で修行か。ストイックな空手王だね。ストイック、まあストイックかな。よ、いいものいっぱいいっぱい持ってるからよ。分けてやるよ。なになに？アイナは化石の鳥を2個手に入れた。ん？化石。大昔空を飛んでいた古代ポケモンの化石の一部。どんな姿だったのかは謎。化石について教えてやるよ。6番道路の博士が化石をポケモンに復元してくれるよ。いろんな化石を集めるならよ、ワイルドエリアだよ。探し回るか。穴掘り兄弟に頼むんだよ。穴掘り兄弟？人それ。ポケモンのことではなく、え、ってことは、さっきあの拾ったやつと今もらったやつで復元できるんじゃない？できんのかな。ちょ、博士。どんなポケモンが復活するかウキウキしながら博士の元へ。復活できるかしら。どう？ん？化石揃ってんね。このウカッツ見せに、ん？このウカッツに見せてみ。はい。ウカッツのメガネにかなう化石はどれかね。化石の鳥。ウカッツの興味をそそる化石はどれかね。化石の首長。化石の鳥と化石の首長で復元？それでよければ。オッケー、復元しちゃって化石の謎に迫るぞ。総理ガッツァンコ。よしよしよし。めっちゃ軽い感じで復元するね。目標達成。見事な復元かも。太古のガラルで暮らしていた様子が目に浮かぶようだね。可愛がってくれたまえよ。アイナはパッチルドンをもらった。パッチルドン、どんなポケモン？へえ、ブッサイク。え、怖い、なに？頭の大きさ間違えてない？てかめっちゃ凍えとるやん。パッチルドン、化石ポケモン。電気氷。へえ。氷付けの上半身が震えると電気が作られる。歩くことが非常に苦手。歩くことが苦手？飛ぶの？この子。翼生えてないけど。転がった方が速そうな体型ですね。なんかすごい独特な子が生まれたね。組み合わせ間違ってない？本当にそういう子なの？よくわからねえぞ。よくわからねえぞ。てか一回行ったけんさ、あれじゃない、飛べるんやない？飛べんかな？どこまで行ったら飛べるんやろ。一回入ったら飛べる？ラテラルタウン。あ、飛べるやん。ポケモンセンターまで着いとけばとりあえず飛べるんかな。遺跡の壁画で町おこし。というかずっと昔からそう。遺跡を見るとうっとりする。なんだろうな、あの魅力は。男のロマンというやつですか。この辺なんかありそうやけど。なんもないのか。へいへい。プリオルかわいい。サボテン。いらっしゃい。掘り出し物見ていくかい。掘り出し物。悲哀の鉢巻き。なに？一個しかないの？いらない。なんでそんなにボソボソな感じ？よ、お使い頼まれちゃくれねえか？今日のうちに物を持ってきてくれたら、たんまり報酬をやるぜ。今日、星の砂を4000円で買い取るぜ。お、持ってるじゃねえか。その星の砂、4000円で売ってくれ。いいよ、別に。ありがとよ、報酬を受け取ってくれ。アイナは星の砂を渡して4000円受け取った。結構長くなったね。明日も気が向いたらよろしく頼むな。ふんふん。かわいい。この町にはサボテンの子がいっぱいいるのね。かわいい。違うんだ。この女の子と話したいんだ、私。おじさんのポケモンはサボり気味。ポケジョブのポケモンがやる気なの。ポケジョブ。なんか男の子の上におるみたい。ドータくんって雨を降らすの？これがドータくん？あ、ドータくやけんってこと？ドータくんかぶりたい。かぶ、なんか空洞になっとるってことかな。こっちなんかありそう。お？何やってるの？ディグダたちの会議？かわいい。絶対この辺なんかあるよ。絶対この辺なんかあるよ。ちょっとなんか泥棒になった気分やけど。んー、あ、あそこに、ほら、ボールが落ちとるやん。ん？これは、あ、こっから行けるんか。何やってんの、おじさん。お前さん、マラカッチいっぱい捕まえたりするかい？よければオイラのミブリムと交換してくれないか？マラカッチなんてものは見たこともないよ。気が変わったらまた声かけてくれよ。了解。メタルコート、特殊な金属の膜、持たせると鋼タイプの技の威力が上がる。鋼か。
誰かおるかな。お、アイナはワザマシーン74ベノムショックを見つけた。特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手には威力が2倍になる。おー、いいねいいね。さあ降りていきますか。降りるのに結構時間かかるよね。一瞬で降りてくれんかな。骨折覚悟で飛び降りるとかですかね。よし、何がいるって言ったっけあの人。全然もう覚えてないや。ねえねえ、どこが口なの。口あるのかな、わからない。あの白いやつ。さあドータ君と遊ぼう。いいね、なんか子供たちがポケモンと触れ合い寄るの。スペシャルアップを2個、記念に遺跡グッズ買いなよ。ここでしか売っていない値打ち物さ。荷物が増えるじゃないですか。でもかっこいいんだよな。お土産ってなんか買ってしまうよね。旅行先とかで絶対いらんもん買ってしまうもん。わかる。あゆな、元気になった？なってないね。さっきの俺が弱いと兄貴がバカにされるって話、どうすればいいかわからないぞ。強くなれよ。わからないけど俺は強くなるしかないよな。それだからあれこれ試す。お前で確かめさせてくれ。いやまあいいけども、ライバルのお前と戦えば何かわかるはず。よーし、勝負なんだ。気合チャージするぞ。お、ちょっと元気になったかな。で、私にコテンパンにやられてまた弱るんやろ。お、4匹でもまだ4匹しかな、なんで釣れてないの、そんだけしか。え、そのポ、え、あとはボックスに預けてるの。頼むぞ、今の俺が欲しいのは勝利なんだ。それは、あの、勝ちを譲れと言われているのだろうか。譲りませんけど。え、譲りませんけど、何、怖い。え、どうしよう、電気タイプ今おらんのよね、手持ちに。え、よかった。ううってあれよね、これ。多分公式の、急所に技を食らうと俺まで痛くなっちまうぞ。公式の動画で上がっとった、ソードシールドで新しく出てきたポケモンよね、確か。なんかおらんくなってんやけど。当たらんやん。ダイビング。なんか穴を掘る的な感じ。なんか魚くわえたよ。魚くわえたよ。電光石火。おーっと、その魚で攻撃、まさかの。へぇ。何それ、倒れる直前にそんな攻撃していきます。お、剣ホロレベル35、チョッキレベル30、バチンキー、バチンキー、エースバーンでいこう。おしこい。こっちはもう最終形態まで行ってけんね。まだそっちは最終形態までは行ってないのね。よし、ニトロチャージ、ゴーゴー、一発。誰だってチャンスがあれば効果抜群狙うよな。まあね、そりゃあね。お、素早さが上がったぜ。お、エースバーンレベル38。お、カウンター、カウンターは別にいらんかな。うん、いらない、大丈夫。あ、ニトロチャージ忘れちゃダメだわ。はい、砂蛇、砂蛇、水かな。よし、チョッキ出ておいで。砂ってつくけんさ。もうもらった時ピーもあっという間にレベル30やね。よし、命の雫。おう、しかしあまり効かない。トゲピーは回復した。もしやこれは自分の回復だけか。水関係ねえ。全くもって水関係ねえ。指を振る。ちょうどよく水タイプの技出てくれんかな。あ、麻痺した。さあ何かいい技来い。つららばり。どうやろう、氷系よね。あ、もう全然。全然
つららだけに。つらーい。でも一応効果抜群、効果抜群でこれなら水でもダメなんじゃなかろうか。だって氷やもんね、今の。地面には効くはず。同レベルであんなに効かない？毒ビシ。毒のついた巻きビシってことかな。これで動くたびに、あ、潜られた。動くたびに何かしら毒の効果が発揮されたりするんかな。バカ力見たかった。おお、来た。あー怖い。急所に行け。頑張るんだ。さあ次は起死回生。これは死にかけの時とかに威力を発揮するやつかな。でもまだまだ死にかけてないからな。まだまだ死にかけてない。あ、ちょっと待って、草タイプでいけるんじゃない。どうよ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 と言われましても、炙り棒やったら結構余裕なんじゃない。食べられそうやけど。見た目だけ見たらめっちゃなんかね、パクって食べられて終わりそうな気がするけど。あ、これ虫タイプやった。めっちゃ虫タイプやった。あ、でもでも全然いけたわ。イエーイ、よかった。エレズン、それはもう入れ替えていかねばならんやつやね。え、どうしよう。え、困った時のエースバーンで行くぐらいしかなくないっすか。あと全員飛行。飛行ばっかり。どうすれば勝てるのかわからないけど、やるしかないぞ。最後まで諦めないという顔やね。いいと思う。なぜか上から目線である。あれかな、ホップもあの人にもらったんかな、エレズン。炎の誓い。しかし私はもうさらに交換してしまったからね。 OK、 ごめんね、全然勝利与えてあげられなかったけど。へこんでいるとポケモンも頭ビシッと選べないぞ。しょうがない、これからさらに強くなればいいんだ。え、てかこれからジムに挑むんじゃないの？大丈夫？ここで私に負けてて。チームのメンバーも入れ替えて俺の可能性を探ったけど、なんだかしっくりこないぞ。だから俺は弱いのかよ。俺は兄貴のことかっこいいトレーナーとして憧れている。弱い俺のせいで兄貴がバカにされるのは嫌だ。もっと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 試す。俺が強さを発揮できるポケモンたちを探し出すぞ。頑張れ。相性とかまああるだろうね。うう、びっくりした。ジムチャレンジャーは自分のため、ポケモンのために戦いな。今さらチャンピオンの強さを証明しても意味ないさ。あんたの腕前を見せてくれたご褒美だよ。普通に戦ってただけだけど。アイナは斎藤のリーグカードをもらった。斎藤さん、あれ、この人前になんか別のリーグカード渡してこんかった。気のせいかな。よね、ポプラ。さ、次はラテラルジムだろ。ジムチャレンジは楽しみな。あ、ここのジムのジムリーダーじゃないんや、このおばさん。なるほど。じゃあここのジムのリーダーのをくれたってことやね。リーグカード。新たなリーグカード。チェック。斎藤さん。女の子。かわいい。んな子おったっけ？親の英才教育でパートナーのポケモンと共に厳しく鍛えられて育つ。判断力に優れ、どんなピンチでも冷静で感情が乏しいと言われがちだが、本人は相手に隙を見せないように振る舞っているだけらしく、試合中パートナーには割と本音を見せてしまう。隠れスイーツマニアだが、ファンにバレた最近では食べるのに苦労している。バレたんならもう苦労する必要なくない？素直にスイーツバリバリ食えばいいんだよ。そんなのその方が可愛いし、なんか見た目可愛いんやけどね。お、なんかあんなところにも、至るところにディグダがいるんですが。割れたポット。ある特定のポケモンを進化させる不思議なポット。割れているがお茶を美味しくなる。進化させるのにポットが必要なポケモンがいるの？なんだそれ、面白い。何それ何それ、めっちゃ気になるやん。そして多分こういうところにアイテムが落ちていたりとか。何これ、なんか違う方向に行く？
山で暮らすポケモン、森で生きるポケモン、いろいろいるんだね。まあいるだろうね。この先行けるんかな。出て行ってしまう、もしかして。お、ルミナスメイズの森。なんか怪しげな森に来た。まだ来てはいけない気がする。とりあえずジムに挑んでからな気がする。びっくりした、お姉さんおらんくなったんかと思ったよえ、こっちはこっちはルミナスメイズの森か。ディグダめっちゃいろいろあるね。ラテララの遺跡をよ、ディグダに見せてやるんだよ。もしかしたら芸術に目覚めるかもしれねえな。ディグダがあ、この先遺跡なんかな、もしかして。そんな感じがするね。立派なジムスタジアムですね。なんかさ、この世界の子供って子供らしくなさすぎじゃね？そんな発言する？ 3、4歳ぐらいやない見た目。ダイマックスできる場所をパワースポットという。ガラル地方のジムスタジアムはパワースポットに作られてるんだ。へえ、そういう感じなんや。海か。山ではないんだな。何？まあ、山登りしたいんだろうけど、何これ何これ、なんか落書きみたいなのあるんやけど。ここなんか穴開いとる？ラテラルタウン名物の遺跡、奥深い芸術されている。これが遺跡なの？へえ。普通どこかに入れるとか洞窟的な感じではないんや、遺跡。へえ。とりあえずジムに挑んでいきますか。なんだって？敵が下手だと思う昔の人が書いたものだからそういうもんやって。ラテラルタウン名物、ガラルの歴史大発見。もうめっちゃ観光名所って感じやね。お、いたよいたよ。毎度おなじみ、僕ボールガイだぽるよ。バックが重そうな君に素敵なボールをあげちゃうぽる。何？ヘビーボール。これはあれやね、カビゴンとかを捕まえるのにいい感じの体重の重いポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。ヘビーボールは重さがあるポケモンほど捕まえやすい。重量級ポケモン好きにはたまらないボールなんだボル。いやはや、ボールって本当に奥が深いボルね。おっと、ポケモンを育てつつやってますがメンバーの入れ替えが必要かな。まあ、定期的にメンバーは入れ替えていく方がいいよね。ラテラルまで来たんだからね、絶対に勝ってくださいね。ん？あ、テレビで見た人。めっちゃ笑われよるけど、それはなんか違う意味な。ジムチャレンジを諦めた連中も多いのに、あんたとポケモン頑張ってんな。男みたいな喋り方するね。人のこと言えんけど。お、新しいジムチャレンジャーだな。みんなあれか、見学の人たちか。じゃあ次回ちょっと、ジム挑んでいこうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そう、多分ここのジムは格闘系かなっていう感じやけん。まあ、今の飛行タイプでいけるんじゃないかと思う。拳やけんきっと格闘。安直。